令和の現役の織田信長こと沢茂実47歳3児の父、防衛大学校を学生隊学生長という役職を経て卒業いたしました。その後東京工業大学の博士課程で総合理工学研究科知能システム科学、ここで脳科学人工知能の研究をいたしました。茂木健一郎さんが隣の研究室なのでよく可愛がっていただき、今でもよく別荘に遊びに連れて行って行ってもらいます。私には見えている、この東京のこの日本の一人一人がとてつもない役割を持ってこの世に生まれてきたということ。しかしそれに気づいてない方もいるかもしれない。私はこういう世界を目指している。一人一人がそのやりがいに目覚めて、なんて味わい深い人生なんだ、それを感じ続けながら生きていける、今の一人一人の喜びが何倍にもなって充実して、ああここにいて、東京にいて、日本に行ってよかった、このお父さんでよかった、このお母さんでよかった、子供たちがそのように感じながら成長していく、東京からそのような世界を作り出す、そのような未来を見ています。さてこの沢茂実という男、一体どういう男なのか自己紹介させてください。国家公務員を24年間陸上自衛隊、防衛大学を卒業してから陸上自衛隊、若くて隊長36名くらいの部下隊員、18歳から52歳の隊員を率いらせていただきました。朝から晩まで自衛隊の時間、銃を持って駆けずり回り泥水をするような、そんな生活でした。私はどんどん成長していきました。しかしさらなる成長が欲しいと、とある日東京工業大学に受かったら行ってもいいよというプログラムがあり、自衛隊で数名だけそれに受かることができて東京工業大学に行きました。高校時代はプログラミング少年、情報工学に行きたいなって言って防衛大学校を選びました。そして防衛大学校で成長し、幹部候補生学校というさらなる厳しいところにぶち込まれ、脳みその中まで筋肉になるような厳しい訓練をして、そして東工大で研究をすることになります。人工知能、鉄腕アトムやドラえもんのようなものを作りたい、そう思って東工大で勉強してきました。博士課程まで行きましたが、チャレンジした分野は難しく、残念ながらドクターは取れませんでした。満期退学です。しかし一生をかけてやるならこの分野だと思いました。そしてまた自衛隊に戻り、ミサイル開発の分野に進みます。10年くらいミサイル開発を行い、そしてまた隊長ですね、隊員の足首を掴んで300メートルくらいガリ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 って引きずり回してですね、お前北前進ができてねえからしっかりやり直せ、そのようなカツを入れるような、まあ、皆さんから見たら鬼軍曹のような厳しい隊長をさせていただきました。なぜならば隊員を鍛えなければいざという時に死んでしまうからです。そのような人間関係を作ることを陸上自衛隊でやってきました。そして出世街道に乗り、ほぼ最年少で二等陸佐まで承認させていただき、国家公務員のシステムはどのように動いているのかというのを見させていただきました。そして5年前陸上自衛隊を辞める決心をし、この5年間の間に退職した次の日にやったのはマクドナルドのアルバイト。昔からやってみたくてやってみたくてしょうがなかったんです。しかし公務員だったからできなかった。現場に入らなければ分からないことがいっぱいあるだろう、いろんなことを学びました。そこから私は、皆さんご存知のようにアフリカとアジアの時代だと、人口動態を見ると2050年にはどのような世界になっているのか、 40% がアフリカ、 40% がアジア、北米と南米で 10%、 EU とロシアで 10%、 そのような世界がほぼ確実にやってきます。だったら今アフリカをもっと日本は重視すべきなんじゃないか、そのような考えに基づき、アフリカの大使館を集めるようなイベントや、民間外交家として他の国の大統領と会って懇談したり、その地域の日本人のリーダーシップを発揮しているような方々とお会いして、世界は今どうなっているのか、世界で活躍する日本人はどのような行動をしているのか、そういったものを研究してきたこの5年間になります。もともと日本文化を広めるという活動をずっとしてきました。その中の一環で約10本の映画に携わり、うち2本は国際映画祭で大賞にノミネート、1本は受賞しております。とある大手プロダクションの社長から電話がかかってきて、あなた絶対やらないと思いますけど織田信長の舞台の主演をやりませんかという話がありまして、先日銀座の博品館で
10公演のうち5公演ですね、全体で約3000人くらいの方々に対して千早ぶる神の国織田信長の舞台の主演をさせていただきました。そのご縁でなんと今年のカンヌ国際映画祭では織田信長の、その盾ですね、剣を振るう、そういったパフォーマンスを披露してきたり、エジプトでの国営劇場でも披露してまいりました。そのように世界を旅し世界を味わう私、この度陸上自衛隊を退職して5年、この時を待っていました。東京都知事に立候補を目指す心を決め、今ここに立っております。この沢茂みを政策について20個くらい、そのうち代表的な5つの政策について簡単に述べたいと思います。この日本を導く最も意義ある政策、それは日本から東京から先進国の中で子供があふれかえる、そのような世界を目指す。どういうことか。子供1人につき年間100万円。東京から子供たちがあふれかえる生活、3人いたら年間300万円。これを給付します。子供を育てるという、最もこの国に寄与している生産性の高い、いっぱいありますよ、生産性の高い。でも、その中で最も重要で、今日本が一番弱まってきている、そこに対して、そのくらいの投資をして、安すぎる。もしこれが高いというなら、他にどんな投資先があるのだろうか、私はそのように思っています。2番目はですね、投資で稼ぎ、減税する東京。東京はご存知の通り、その辺の小さな国よりも、非常に大きな経済力を有しています。まだまださらに、投資以外にも自分たちで増やしていく様々な施策があります。投資で稼ぎ、減税する東京。そして3番目、人材とテクノロジーに投資する東京。天才、ギフテッドを集めた無料の飛び級学校を東京から始めます。他の国はやっています。そういう天才たちを集めて、その国を率いる人材教育が、日本はどうでしょうか。むしろそういう方は普通の方が得意なことが不得意なんです。その人たちの能力を引き出すような教育体制、平等の名のもとに本当の機会が失われている。4番目、お金が巡り続ける新東京経済圏構想。政府や自治体の仕事はお金をばらまくことではありません。お金が巡り続ける、回り続ける仕組みを作っていくことです。仮に国債の発行高が同じであったとしても、もし10倍の速度で人から人への手に渡っていったら、GDP は何倍になりますか ?10 倍になるんです。今、バブル期の約 1.5 倍のお金の総量が出回っておりますが、ご存知の通り、景気、つまりお金の周りは芳しくありません。それはいろんな恐怖を乗り越えて内部留保を貯めておかないといけないと、国も企業も個人も思っているからです。しかし回り続けなければいけないような仕組みを作ったとしたら、10倍の速度でお金が回り出したら GDP が10倍ということは、税収は増えますか減りますか。増えるんです。税収を増やすための増税ではなく、景気が回り続けるための仕掛けが必要なんです。5番目、私は幸いにして織田信長の舞台を経験させていただきました。織田信長は何をやりましたか。楽市楽座です。どういうことですか。当時座というもの、市というものに入るのに規制が多すぎて、新しく志を持った人たちが入れない、規制緩和が必要だったんです。トランプ大統領、何をやったか。1対3ルール聞いたことありますか。1個の新しい規制ルールを作ったら、既存の規制のルール3つを廃止しましょう。これこそが楽市楽座、規制緩和、新規参入、新しいチャレンジの芽を伸ばす。
みんなが自分がやりたい、これだと思ったことにチャレンジできる。規制緩和とは何ですか？既得権益とは何ですか？新しいところに参入できないようにするルールです。そういったものを排除して、より新しいアイディアが、最初はいいんです。革命的だとか、迷惑をかけるとか、それはどうなんだと言われてもやってみる。そのような世の中、それを目指してまいります。以上5つを申し述べましたが、その他にもですね、自衛隊と海保を連携する東京。東京は離島が多く、すごい遠いところにもありますよね。本土だけでなく、東京が離島を守っていくんです。水の都、ベネチア構想。この川が、もっと憩いの場になればいいな。そんな思いを持った方はいっぱいいるでしょう。宮大工、伝統技術の継承。江戸城の再建です。これには多額の費用がかかりますが、ドバイは世界一のものを作るという戦略で、どんどん世界のお金を呼び込んでいます。ブルジュハリファ822メートル。あれ入場料いくらだかご存知ですか ?3 万円です。でも、並びまくっています。なんでですか世界一だからです。江戸城がもしあれば、間違いなく世界一です。その他ですね、いろいろ、私のホームページに、理念や、そういった思いが、私の写真入りで、私が日頃から考えていること、国家公務員やりながら考え続け、世界を巡り続けて考えたこと、どうやってこの日本を良くしていくのか、間違いありません。この東京から良くしていく。みんな東京を真似ようよ。東の都だよ。大和の都だよ。そういう世界を作っていきたいと思います。じゃあ今、私がなぜ立っているのか最後に申し上げます。24年間国家公務員、この国に仕え、3人の子供の父親でありながら、その仕事を5年前に退職しました。この愛すべき日本、長づく東京、私の自分の能力を最大限に発揮するべき時が来たんです。これまで亡くなってきたご先祖の先輩方、そしてこれから生まれてくる子供たち、そして今生きている我々、これらすべての国民の総意、これを体現するような真の日本を東京から作る、その時代が来ました。私には可愛い3人の子供たちがいます。実は4人目がいました。このように現れてきてくれたんです。しかし心臓が止まって死にました。コロナワクチンを打った1週間後でした。因果関係は分かりません。しかし1週間後に死んだのは事実です。私は何が悪いとかこうするべきだったということは言いたくありません。言うべきではない。なぜならば起こったことは全て正しいからです。起こったことは変えようがない。じゃあ何が言いたいのか。常に日本の民族が自分たちの意思で自分たちの未来を選べる選択の自由、これを確保できる世の中を作り上げる。和をもって尊しなす。これはどういう意味か。みんなでなあなあと中間案にするということではないのです。異なった意見を認め合って抽象度を上げ、一段階上の抽象度から答えを探す。和という漢字は無限に和って書きます。あれはどういう意味ですか。実りを口に入れるということです。つまりこのお米は誰のものですか。この土地の持ち主のものですか。いや違います。作ったあなたのものですか。いや違います。水を引いてきたあなたのものですか。いや違います。携わったみんなの人のものなんです。和というのはそういう意味なんです。私はこの和の心、大和の心、これを前面に打ち出して、都民全体がより生産性を上げてなりたい自分になっていけるかどうか、それは私や都政に関わる人たちの働きやすさや努力にかかっている。そのことを知っています。マスコミの皆様が真のジャーナリズムを追求し、この国をより良くしていこうとしていることを知っています。この国の真の英雄は
マスコミであるということを知っています。私には夢がある。東京から世界、選択の自由、子供たちがあふれかえる、みんなが自分のやりたいことに没頭し、目の前の相手を自分だと思い共有し、助け合い応援し合う世界を作り上げていくこと。47歳3児の父、令和の現役の織田信長こと澤茂美です。ありがとうございます。関中の共同通信です。今日ありがとうございます。お忙しいところ皆さん集まっていただいてありがとうございます。プロフィールこちらで今拝見しているんですけれども、はい、今回党派としては無所属とかどこかの党派からなどをちょっと教えていただけますか。はい、無所属です。ありがとうございます。あと、プロフィールでたくさん肩書きが書いてあるんですけれども代表的というか特にこれという民間外交家です。勝率っていうのはどれぐらいあると思われますか、ご自身で。わかりません。私のこの声を聞いてこいつ面白いと思って次の人に話していく、その連鎖が起きてこいつの話していることは本物だという流れがもし作れないのであれば、私は泡沫候補として消えていく。つまりこの世にはまだ必要でなかったという、起こったことは全て正しいの中に含まれていくだけです。これからそのようなことを起こす、その行動を取り続けていくとしか言いません。はい、ありがとうございます。最終学歴は東京工業大学の博士課程。はい。学科のジャンルですか。はい、総合理工学研究科の知能システム科学ということになります。5月25日がアフリカジャパン、国連のアフリカデーって決まってるんですね。その日もアフリカジャパンセレブレーションっていうイベントを、港区、表参道で主催しました。メインは民間外交を個人でやっています。お忙しながら聞いていただいてありがとうございました。